ていうか、はいはいはい、これ1月にヤフオクで落として、はい、じゃあ中古で買ったんですね。そうなんですよ、はいはいはい、それで、はい、神奈川県の藤沢で落として、はいはいはい、それで一回東京までリンゴバッグで持って帰って、おおすごい。で1号線全部走って帰ってきた。走ったら似合うか。はい。自走で。すごいですね。9日かかりましたけど僕は遅いんで。すごいんだよ。その後にここ持ってきて洗車してもらおうと思ったんやけど、はいはいはい、なかなか腰が重くって、はいはいはい、はい、できなかったんですね。それでそのまま、はい、今回九州まで行って、さすがにコロナと思って、はい、なるほど難航やから、はい、結局、はい、僕結構距離ありますもんね。家高槻なんですよ、はいはいはい、だから帰り道かと思って、はいはいはい、確かに無理だった。今まで出てきますよ。うわすごい、はい、だからその1号線と九州分の汚れがまだ溜まったままで、はい、あとは前の持ち主の方の汚れもね、分かんない分かんない、そこはね、どうなんか分かんないんで、1ヶ月とか2ヶ月でこんな感じにならないんで、はいはい、汚れの具合でも何段階があって、はいはい、これは結構ね、汚れが付着した状態で放置してたような感じがしますね。なるほど。それこそ1ヶ月、2ヶ月じゃなくて、もうちょっと長い期間で、はいはい、なるほど、放置してた感じがするんで、はい、多分前の持ち主の方の時からちょっと汚れてたのかなっていうのは、なるほど、あるんですけども、まあ、はい、それも含めて、一回汚れね、はい、そうですね、落とした以外と取ってもらった方がいいのかな。まあ、嬉しい、なんか、特に蛍光色なんで汚れてると分かりやすいですからね。はいはいはい、そうじゃあ次にアワアワになっていきますんで、はい、アワアワですか、それいきますね、アワアワです、はい、めっちゃいいっすよ。あー楽しい、アワアワめっちゃええやん、楽しいですね。そうだよ、家じゃできないですからね。そんな絶対無理っていうか、では磨いていきますね。はい、タイヤの方かな。タイヤの方お最近変えられたんですか。まあ、全部セットで、はい、ヤフブロードしたんで、なるほどなるほど、はい、じゃあタイヤもちゃんと新しいのがついて、はい、素晴らしいですね、ラッキーですね。あんまりね、よく分かってなくて、はい、落としたんで。あ、そうなんですね、はい、なるほど。何年ぐらい乗ってたんですかね、前の人は。さあ、ちょっとよく分かんないですね。甘さばかじゃないような、はい、いいですね。どういう YouTube を撮られてるんですか、普段は。普段、旅行なんですけど、はい、旅行系の旅行のその分野を絞ってないから、はい、伸びないやと思って、いや、600人すごいですよね。原因は分かってるんですけど。何原因ならんですか。分野を絞ってないから。白すぎて。はい。なるほど。旅とか言うても、はい、いろんな、はい、船乗って旅したり、はい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 、飛行機乗って旅したり、はいはい、自転車乗って旅したり、はい、車乗って旅したりしてるから。自転車やったら自転車ばっかりやってるじゃないですか、皆さん。はい、はい、やってますね、皆さん。すごいですよね、あれ。だから絞ればいいんですけど、はい、そう、原因は分かってるんですけど。なるほど。楽しくてね。はい、あ、楽しいのが一番ですからね。はい、この辺は。本職はだから今ね、はい、小学生相手にロボット教室を週末にやってるんですよ。おー、すごい、はい、ロボット教室、ロボット組み立てるんですか。はい、そうです。面白いですね、はい、大阪でですか。大阪の本町と難波でやってるんですけど、それは生徒さんが、はい、塾みたいな感じで通ってるみたいな。そうです、はい、面白いですね、ロボット教室、はい、
聞いたことないですね。あ、そうですか。それで平日は、はい、あの時間あるんで、はい、あのレンタカーの改装とかやってたんですよ。改装、はい、乗り捨てするじゃないですか、はいはい、レンタカー。ああ、そうですね。それを元の位置に戻すみたいな。なるほど。だってそれをやりながら動画撮ってたんですよね。はあ、そうですか。うん、面白い。そしたらなんか東京行ったり、はい、横浜行ったり、九州行ったりすること、行きまくって、こんな感じで会社やってますとかいう動画撮ってたら、それが一番人気なんですけど。そうですね。なんかフーリーとかこんな感じで多いが、うわ、砂がね、結構張って固まっちゃってるような感じなんで、はい、もう裏側はすごいですね。ああ、なるほど、そういうことやってるんですね、普段は。それはね、ある程度はそこ見てくれてる人いるんですけど、はい、まあマニアックなんで、はい、伸び悩みやろうな、どっかでと思って。なるほど。そればっかりやってると。そうですね、うん、まあ、でも楽しむのが一番ですからね。そうですね。登録者数増やすよりかはね、はい、楽しんで、はい、まあ、趣味程度にやる方がね、はい、一番。僕らもだってあの YouTube 始めようって言って YouTube 始めたんですけど、はいはいはい、難しすぎて、はい、全然更新できなくて。見ました、僕。あ、見ました。なんかすっげえマニアックな、はい、富士かなんかの自転車見て、めっちゃ興奮してましたよ、ね。恥ずかしながら。めっちゃ興奮してた。これ俺持って帰りたい。そうよ、ほんまに。ほんまに。ああいうちょっとね、はい、楽しみながら僕らは発信していきたいなと思ってる。だから YouTube でね、食べていこうとは全く思ってないんで。ああ、でも宣伝になるんちゃいますもん。まあ、宣伝にもなりますし、はい、僕らが宣伝するかは、やっぱ YouTuber の人がね、宣伝の方が絶大なあれがあるんで。はい。で、その辺はちょっと僕らの力で、なかなか。なるほど。あとは編集めっちゃ時間かかるじゃないですか。めっちゃかかります。はい。めちゃくちゃ時間かかるんで、はい、なかなかそこで、ね、時間かけなくて。あー、なるほどね。今、2人でやって、はいはい、ちょっとパンパンなんで。はい。でね、電車だけじゃなくて、他の子も結構いろいろなことあるんで。はいはいはい。YouTube になってるので、もう、これだけで時間取れますから。ちょっとね、はい、チェーンが浮かびてます。はい、ああ、はい。ちょっとだけ。はい。ちょっとできるだけ削っていきますんで。はい。ヤフオクで落としてそのまま乗ってるから、はい、どこがどうなってるかってあんまり分かんないですよね。分かんないうちに乗ってるんですよ。ただ、整備とかに関しては、はい、結構ちゃんとされてる感じがするんで、はい、特にあの何かが悪いとかは今のところは目視ではないですね。はいはいはい。洗車のいいところって全体を触るんで、はいはいはい、ネジが緩んでたりとか、はい、調整がうまくいってないなっていうのが結構分かるんで、うん、へえ、それがね、今のところはなさそうです。あ、はい、あればお伝えするので、はい、嬉しいわ。なんかめっちゃ綺麗になっていくの。絶対自分でできるもんなと思うから時間かかりますからね。結構あと家でやるとお金も結構かかるんですよ。スプレー買ったりとか、はい、グラス買ったりとか、こうやると、はい、ね、結構時間もお金もかかりますから、はい、だいぶ全員感じに支援がだいぶ変わりましたね、色が。ああ、はい、変わりますね、色の違いが。全然うわ、すごい、綺麗。そんな感じですか。綺麗だいぶいい感じで。綺麗やわ。頑張ってきますね。Thank you.
小倉でね、小倉で僕の友達が店やってて。ほうほうほう、何の店ですか。ね、魚専門の店みたいな。おお、すごいですね。めっちゃうまかった。あ、そうですか。玄界灘の魚みたいな。面白いですね。地場の魚ばっかりです。地場の魚ね。うん。あ、面白いな。いろんなあれがあるんですね。そうそう。ええー、みたいな。なるほど。やっぱ九州は魚うまいっすよね。九州なんかご飯どれも美味しいですよね。ねえ。福岡のもつ鍋とかもあるじゃないですか。はいはい。大阪で行くもつより全然違うんで。大きくてプリプリで。唐揚げもね、中津の方がやっぱ美味しいですよね。美味しいね。ね、めっちゃ個性的ですけどね。確かにね、うん、店によってやっぱり違うんやけど、ね、全体的に美味しい。何軒ぐらい行ったんですか、唐揚げは。8軒行きました。そんなに行ったんですか、はい、すごいな。でもあの 100g、はい、骨なしのもも肉、はい、260円とか、はいはい、それを 100g ずつ全部回ったんです。なるほどなるほど、うん、いいですね。一番最小単位ください。じゃあ 800g 食べたんですね一応でも2日かかったんですよね。そうですか。むちゃくちゃ食ってるじゃないですか。僕でも そんなあのヨハさん食えないんで年やから。いやいやいや、 800g 食べたら十分ですよ。でも2日かかったんですよ。いやいやいや、カラーがすごいですよ。ほんまなかなかそんな食べれないです。ありがとうございます。いやいや、すごいですね。面白いな。そう、それも YouTube のネタにしようと思ってます。あ、そうなんですね、はい、いいですね。で、税理士さんに言うて、はい、こんなんで、あの経費、計上しとっていいって言うて。唐揚げを。唐揚げを。唐揚げを。てか、料費を。料費をね。うん。いいんじゃないですか。いや、今、収益がないんですけど、これを収益にしようと思ってますって。あ、いいですね。YouTube ね、これから。うん、YouTube 見る人増えましたよね、だいぶ。そうですね。ね、テレビ見るより YouTube 見る人が結構多くなっている。そうですね。好きなものばっかり見て。この自転車関係とか絶対テレビでやらないですけど。やらないですよね。僕もよくなんかいろんなもの見てますわ、だから。はい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 。個人的にはどんなの見られるんですか、自転車以外では。ね、マサルってやつの。マサル、はい。いませんかね、素潜り漁師でめっちゃゲテモンばっかり食ってるんですけど、ナマコとか、それこそ巨大ザメとかを自分で捕獲したりして、すげえ。年間 4,5 回食中毒とか当たってて、それで前半漁やって後半自分で調理してはるんですけど、調理してる場面でうわっ匂いが臭いとかさ、これはちょっと舌がしびれてますとかって、やばいものばっかり食ってるような感じですよ。